手書きとタイピングの使い分け。精神科医カバサショーのカバチャンネル、今日はスペインマドリッドのですね、太陽の広場からですねお送りしています。非常に賑わっている、人もたくさんいる場所でございますので、ちょっと雑音というか雑踏の皆さんの声とかがたくさんいろんなのが入っていると思うんですけど、そういうことも含めてね、スペインのエネルギーっていうのを伝えられる場所かなと思ったんでここに来ていますので、ちょっとうるさいですけどもね、聞いていただけたらなと思うんです。今日は質問いただきました。キャンディキャンディさん、45歳、女性。カバサ先生は本の原稿を書くのは全て手書きですか、それともパソコンで書いてるのですか。手書きの場合は原稿用紙に書くのですか。何に書いていますか。間違えたらどのように修正するのですか。いつも思うのですが、作家の方で手書きされる人ってすごいな、よくそんなに書けるなといつも思っていました。たくさんの文章を書くのに疲れてしまいませんか。大人になって書くことをしなくなったので、書ける人をとても尊敬します、というお話ですね。どうやって書いていけばいいのかっていう、この書くことに対するね、一つノウハウというか書き方を教えてくださいと、そういうね話でございますけども、最終的なものを手書きで出してる人っていうのは、今の作家をやっている人は多分ごくごく一部の小説家の人、多分昔ながらの何十年も前から小説をやってる人はありえるのかもしれませんけども、最近の方々で原稿を全部手書きで書いてるっていう人はいないと思いますね。ほぼほぼいない、あるいは絶滅危惧種的になっているというふうに考えられます。じゃあ私は手書きしないのかというとですね、するんですよ。それは初期の段階ですね、アイデア出しの段階、まだ目次を書くような段階、どういう内容を書こうかってことをいろいろとこうどんどんこう次々と出していく、そういうブレインストーミングの段階、そういう部分においてはですね、やっぱりデジタルよりもアナログの方が絶対に優れているんですね。だからそういう意味で言うと、紙に書く、手で書くということを非常に私は重視しています。ノートに書き出していく、どんどん自分の持ってるアイデアというねプロセスというのはとっても重要です。でわーっといろんなものが出た後にですね、ノートパソコンを開いてそれを目次としてまとめていく、そしてその後に本を書き始める。もちろんその場合はテキストエディターで書きますね。テキストエディターで最初書いて、その後ワード、MS ワード、ワープロソフトでまとめていくといったようなことをやっているんです。ということで、この書くという作業において、最初は手で書くというところから始まり、やがてタイピングというかデジタルで書く、デジタルでまとめるという作業に持っていくというところがですね、私のライティングテクニックの中でとっても重要なものとして位置づけられております。皆さんもぜひね、アナログで初めてデジタルでまとめるということをやっていくとですね、いい文章が書けるんじゃないかなと思います。文章術に関してはね、私ソーシャルメディア文章術という本をサンマーク出版から出しておりまして、それにですね、インターネット上に文章を書くにはどうやったら効率で書けますかという話を詳しく説明しておりますので、ネットに文章を書きたい、あるいはネットに文章を書いてるという人は、そういった本も参考にしていただけると嬉しいです。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。